me, are you ready? Yo, yo, ready to pass on a go.今日の会場はムニシパルデイイプルーア。ご覧の通り晴天のコンディションの下で試合が行われます。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇さんもお迎えしています。さあ大一番入るか、うまく狙いましたが惜しくも枠の外。素晴らしいテクニックでしたがもう少しでしたね。ワイナルドゥム、ボールを運びゴールに襲いかかります。相手に奪われます。ボールを失いました。ボールを奪った、いいタックルでした。スペースへのボール、ループシュート、キーパーが弾いた。ボールはバーの上。コーナーキックの判定です。いいボールを入れてきましたがここはクリア。鋭い読みでカット。ファティ、サイドから攻撃でしょうか。ファティ、このミスは痛い。相手にパスを出しました。いいところに出します。もう一押しというところでした。ボールを失います。ああこれはいいボールです。中に入れてくるか。ボールが外に出てゴールキックです。ワイナルドゥム、ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。ボールはサイドの選手へ。強いですね。ボールを取られません。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。サイドへパスを出します。中へ切り込んだ。スペースに出しましたがこれは精度を欠いたか。決まった、ゴール、ゴール。やりましたね。これでタイトルに一歩近づきました。ボールを回しながら同点に追いつくチャンスを伺っています。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。ピンチが続きます。コーナー付近からのスローインです。オフサイド、オフサイドです。ワイナルドゥム、いいパスが出ました。これはサイドを上がれそうです。素晴らしいパス、ゴールキーパーがうまく前に出ました。エバンス、ヤング、折り返せるか。これは狙えます。どう動くか。ゴール、ここで決めてきた。やりましたね。
これでタイトル獲得はほぼ確実でしょうか。リプレイを見てみましょうか。このマイナスのパスが決定的なチャンスを作り出します。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。判定はフリーキックです。見事なスルーパス、オフサイドラインを越えてしまっていました。ファティ、エバンス、ファティ、ディフェンダーのインターセプト。ラインを割ってゴールキックになりました。パスの先には味方が走っていました。少し飛び出しが早すぎました。下がってボールをもらいます。ディフェンダーがここで食い止める。何をしてくるのか。エバンス、この動きにスタジアムが沸きま、いいところに出た。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。この選手が視点となってパスを回しています。ワイナルドゥム、味方を使います。シュートのチャンスだ。なんと決まった。これは最後ディフェンスに当たってるようですね。オウンゴールになってしまいました。選手たちの表情からもショックが見て取れます。